事前準備前編。授業を行うために事前準備が必要です。こちらの動画を確認して準備を行ってください。1、ロボブロックスログインページにアクセスします。新規にルームを作成するため、教職員の方はこちらを選択。ルーム名、ルームパスワード、管理者パスワード、学校名または団体名、クラス名、秘密の質問とその答えを設定し作成します。ルーム名、ルームパスワードは全角文字が使用可能です。一度ルームを作成した後、教職員は既存ルームにログインから作成したルーム名と管理者パスワードでログインします。 2. ペッパーのディスプレイに表示する画像ファイルやスピーカーから再生する音ファイルを使用する場合は、校内の共有サーバーにファイルを保存しておくか、あらかじめ作成したルームにファイルをアップロードしておきます。 3. 模範解答を教師用 PC プロジェクター、電子黒板に接続して子どもたちに説明を行うため、正答ファイルをサポートサイトからあらかじめ教師用 PC に保存してください。 4. 子どもたちが使用するワークシートを人数分印刷します。 5. ペッパーのパーツが外れていないことを確認します。 6. ペッパーの電源をオンにします。 7. ペッパーの状態異常サインがないことを確認します。8. ペッパーのネットワーク接続状態を確認します。こんにちは、私はペッパーです。私のインターネットアドレスは